背番号8番、ディフェンダーの大野和成です。背番号3番、ディフェンダーの石原一郎です。背番号32番、ミッドフィルダーの田中壮志です。せーの、あ、それかそれか、せーの、おお、あ、あれ、おお、ありがとうございます。せーの、あ、全然ない。バラバラでいいっすね。せーの、こんにちは。こんにちは。中級メガネーズです。さあ、今回久しぶりに、まあ、帰ってきた、やります。うちのチームのここが半端ねえ。以前はですね、こう J2 の6チーム6クラブが共同企画としてやりましたけども、うん、今回は湘南ベルマールさん単独でやります、はい、お、J1、 はい、ということで、はい、3人の方に来ていただきました。はい、大野和成選手、石原博一選手、田中聡選手です。お願いします。すいません、忙しい時に、はい、本当に、うん、はい、キャンプ中だぞみたいなこともちょっと伺ってみますが大丈夫ですか？もうケア等と食事とかも大丈夫ですか？ご飯みたいに大丈夫です。はい、大丈夫ですか？さすが、はい、お二人も、若いお二人も大丈夫ですか？大丈夫です。元気です。元気です。まあ、半端ねえのはどんだけいるかっていうところをちょっと楽しみにして、まあ、うん、我々は、まあ、ある意味楽しむ立場ですので。そうですね、いじられ待ちなところがありますね。ありますね、はい、明らかに、はい、いじられたくない人います？いじられるのちょっと苦手なんですっていう人、誰かいますか？大丈夫？大丈夫です。大丈夫です。まずパスが半端ねえっていうところで、まあ王道ですね、ベルマーレの中でパスが半端ねえのは誰で、これそれぞれ3人分かれました、意見が。石原選手は美幸選手で、大野選手はバラダ選手、田中聡選手は石原博一選手。まあ、それぞれだなというふうに思って見てたんですけど、いや、ちょっと待ってください、1人なんか忖度っぽい人います？います？います、はい、まあ、そこはもういきなり若手から行きます。若手からあ、その心を聞いてました。その心、はい、ちょっと気使った？いや、全然です。そうですね、はい、センターバックで広和君がよく出てて、うん、自分が大体後ろ、まあ、横にいたりした時に真ん中から一気にサイドにロングボールを散らすボールが、うん、ほぼ 100% の確率で遠くてるんで、うん、隣で見てて、あ、すげえなーって思いながら、あ、プレー毎回してるんで半端ないですね。あの前にポジションがいるときには、いや、俺をよこせばいいのにと思ったりしてません？アンカーとかやってるとき、いやいや、長いの出さないで俺にくれれば俺がもっといいことするのにみたいな。あ、蹴った瞬間はあるんですけど。あるんだ。蹴った瞬間は俺でいいがあるんですけど、まあ、大体通ってるんで、あ、よかった、ナイスパスみたいな。これどうですか、 100% っていうふうに言いつつも、なんか通ったっていう、ちょっと驚かれてるっていう石原選手、どうですかこの辺ちょっと、こう、いや、ちょっと 100% は本当に盛りすぎる。その石原選手は美幸選手、うん、はい、やっぱりボール持って顔上げた時からの展開力だったり、そういうのと、まあ、本当たくさんの方向にパスは出せるなっていうのは、まあ、いろんなところに方向、まあ、方向だけじゃなくていろんなところにパスが出せるっていう、うん、ね、はい、もうやっぱりサッカー界でもいいパスを出してるなっていうのは、
ちょっと、いろんなことが含まれてる感じがね、しますけど、ポル選手はバラダ。まあ、バラダはね、イメージはやっぱりつきやすいですよね。ね、うん、パスの強弱ってか、ああ、わかる。いいスピードでスルーパスとか出してくれる。ああ、なるほどね。エロいな、あったね、パスが。愛あるっていうか。ああ、でも、その、エロいなっていうのもわかるし、愛あるっていうのもわかるし、うん、その強弱のつけ方とか、ワンタッチとかのね、なんか、感覚的なものとかね。優しくスーって出してくれたりとか。うん、ああ、なるほどね。うん、もう一つ一つ聞いていくとさ、すごい長くなりそうだ、これ。さあ、そして次、はい、ヘディングが半端ねえ。まあ、これは、うん、まあ、大体イメージがつくのは、まあ、ウェリントンで、まあ、決まっちゃうんだろうなって思ってたわけですよ。うんうん、で、実際、石原選手と大野選手はウェリントン来たんですけど、うんうんうん、田中聡選手、パチで来ましたよ。おー、はぁ、あ。忖度ね。違う。これもこれもその忖度。そうですね。あの、俺と変わんない身長で、まあ、外国人の選手と勝ったりしてるんで、うん、あ、いや、すごいなと思いますね。前はだってサカもいたわけじゃないですか、うん、で同じように、まあ、石原選手もそんなに大きな形ではないですけど、湘南ってそういうところすごいですよね。あんまりこう石原選手とかヘディングとかっていうのはどうなんですか、好き嫌い？小学生の頃キーパーやってて、うん、あ、そうなんだ、はい、それでなんか空中に浮いてるボールが好きへ、高い選手はなかなか勝ってないですけど、でも、そのいう選手に勝てた時の嬉しさはすごいあるんで。じゃあ、空間認知とかそういうのが結構こう自分の中でも自信がある的な感じで。あると思います。大野選手はどうですか、横で、まあ、横で見る形の方が多いですけど。いや、本当に、まあ、自分よりね、ちっちゃいですけど、うん、スリーカツ番が多いんで。うん、なんか俺もそんな大きい方じゃないんですけど、うん、チーム内にいるとやっぱなんか大きい方になっちゃうんで。そっか。ベルマーレでは、ベルマーレでは。一番強いと使わないといけないんで。うんうん、あ、そうだよね。コーナーとかそう、セットプレーとかね。うん。そこは大変ですけど。確かに。ああ、そうだな。ウェイントンはストーンみたいな形でいるもんね。ウェイントンだけだいぶ助かってます。なるほどな、面白いな。え、田中選手自身はヘディングどうなんですか？嫌いですね。嫌いですか？嫌いか、まあ、バックラインやると広和君に競ってもらったり、うん、まあ、アンカーの選手に競ってもらうとかいろいろ、そうですね、みんな助けてくれますね、みんな。え、それは何、自分じゃなくて行ってねっていうふうに言っとくの、あらかじめ？いや、もう声かけてくれますね、俺行くよっつって。あ、なるほど。変わろうかとか言ってくれたりするんで。ちょっと石原先輩、ちょっと甘やかしすぎなんじゃないですか。お前やれって言っとかないと。よいしょが。いや、そういうことだったの。いや、違う。自信が多分あんまない。はい、うん、顔がゴールキックの時、ちょっと、いや、みたいな顔。なんかちょっとチラッと見て、チラ見して行ってみたいな感じで。ちょっと先輩お願いしますと。あ、ね、もうなんかこれからヘディング見るの楽しみになりますよ、ね。いや、本当だよね。お互い見合ってんのみたいな。さあ、そして次、ドリブル半端ね。これは、田中聡2票入りました。やっぱ半端ないですか、石原選手と田中聡のドリブルは。自分の不利な状態からでも、うん、自分の有利な状態に持っていけるというか。半分転んでてもマイボールにしちゃうぐらいだし、うん、そういうところのターンだったりっていうのは、うん、なかなか J でも少ないのかなっていうのは思います。お、なんかこうスル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 っていうのじゃないって感じですよね。まあそういうのもありますけど、でも僕自身すごくびっくりしてるのはその転んだ状態とか、うん、状態からいい方向に持っていくのがうまいなっていうのは、うん、なるほど。大野選手はどの辺が？そうですね、やっぱり同じ、まあ、3バック左でやることあるんですけど、うん、なんかもう3バックの左のセオリーじゃないっていうか、見ててもうすげえなって思いますね。すごいって、田中選手ちっちゃ。自分のでも武器ではあるんでしょ？まあ、なんか
何も考えてないんで、ドリブルするときは。だいたいプレイ見返したりすると、こんなことできるんだみたいな。すごい。阿波さんよく見てるじゃないですか、もう昔から、はい、そんな感じですか。うん、いや、まあまあ、野生味を感じますよね。野生味。でも本当にドリブルのというか、こう当たられた後のプレーの強さというか、うまさというか、そういうのはすごい感じるところだと思います。体もともと強かったの？自分で鍛えたの？東南に入ってからですかね。対人的なことをたくさんやったり、トップチームの選手とたくさん。あ、ユースの頃からってこと？じゃあユースの頃からなんですかね。まあ、いつの間にかって感じですね。なんかその自主練とかでそういうなんかそういう対人とか強さみたいなのを求めてるなっていうふうに周りの選手は感じたりすることあるんで、石原選手とか。自主練してるとかあんま見たことないですけど。あれ？逆に考えてるときはメイクじゃないか。でも考えなきゃいけないポジションの時があるからね。うん。そこ課題になってくるのか。ちょっと黙っちゃったじゃないですか。その田中選手はやっぱり名護選手を言ってるわけですよ。いや、うまいですね。学園だなみたいな感じ。はい、なんか湘南らしくない選手入ってきたなと思って。湘南らしくない。いい意味で大丈夫。いい意味、大丈夫。うまいと思って。それそのまま湘南の選手がいたっていう意味に聞こえちゃうじゃないか。超何ある意味素直すぎるイケメン石原選手は山本修斗。あ、僕奈緒さんです。あ、奈緒。あ、石原奈緒か。はい、そう、大野選手が山本修斗。はい、で田中聡選手は美雪。まあ、見た目ではないところも多分イケメン度はあるのかなというふうには思いますけど。シュート君はちょっとあれですね、なんか大人の男って感じ。なんかどっしり構えてるか雰囲気あるな。あ、ダンディーな。はい、ダンディーですね。ダンディー、はい、ダンディーシュートで。ダンディーシュート。芸名みたいに言うのやめてください。石原選手もそんな感じじゃないの。そうですね、まあほとんど一緒ですね。まあ仕草とかもなんか、あ、仕草ね、なんかちょっとこうロン毛な感じのね。だし練習後とかもなんか芝生座ってたりするんですよ、たまに。ああ、うん、すっげえ絵になるなと思って。それ面白い。可愛さとか、可愛さ、ダンディーなとこもあるし、うん、可愛い一面もあって。まあ本人の前じゃ言えないですけど。田中聡選手は美雪選手、まあ、顔が普通にかっこいいっていうか、普通にかっこいい自分っていうのと、あとまあなんか性格というか人間性もすごい優しくて、いろんな人とまあ接してて、そうですね、人としてもイケメンだなっていうのは日頃から感じますね。男前ってことです ね。いい大人が多いですね。うん、そうだね。ね、いい大人が多いってなんですか。あの何、後輩にそうやって思われるっていうことが。まあ確かに、はい、確かにね。そういうのいいじゃんね。いいですね。町のここが半端ねえっていうのが、まあ、質問としてあって、うん、まあ、石原選手と小野選手は、まあ、両方海、まあ、海が近いみたいなところイメージで言ってて、うん、田中聡選手は雰囲気って言って。どういうことですか。そうそう、それはちょっとこれ説明してもらっていいですか。自分長野に住んでたんで、うん、まあ、湘南出て、うん、まあなんか、あ、湘南って感じの雰囲気だなっていうか、まあ、イメージしてた通りの、だからまあ上半身裸でチャリンコ乗って、うん、まあ、サーフィンのボードを持ってる人とかも結構見かけるので、うん、だからまあそういうところではまあ、雰囲気なのかなって思いました。ちょっと憧れたりしてたの。でも憧れてはないですけど、はい、憧れてないんだ。憧れてない。自分もこうボードを横に抱えてチャリ乗ってみたいなって思わなかった。俺は別にそうっす。
あ、それはあまり思わなかった。あ、でも雰囲気、サーファーの雰囲気してるよね。あ、俺、あ。はい、はい、まあ、あんま、はい、そうですね。わかんないです。これ最後に質問になっちゃったんですけど、うん、まあ、3人がそれぞれ対戦してすごかったって思った選手。ああ。ユンカーのループって書いた人。あ、対戦した時に、やっぱカウンターの時に足速かったんですよ、結構。あ、そう、そうね。確かに。ちょっと足が速いと思います。挙手打つのかなと思ったら、うん、もうそれかなと思って。確かにね。あのスピードであれ打てるんだと思って。あ、結構トップスピードでループって意外と難しかったりするんで、絶対できないんで、うん、結構びっくりしました。石原選手はディエゴ・オリベイラ、うん、はい、まあ、強さとかみたいな。そうですね、強いし速いし、うん、うまいし、うん、全部あるなっていう。やっぱり一番嫌なタイプだったりするのかな、対峙してて。そうですね、結構やっぱり動き出しもうまいんで、それに速さもあって強さもあると、なかなか、まあ、こっちが先にやっぱり予測して動かないと、うん、本当 0.1 秒でも遅れたらやられるなっていう選手なんで。なるほど。それに加えてめちゃめちゃ優しいっていう。あ、あ、なんかそういうエピソードがあったんですか。いや、なんか試合途中切れてる時に、なんかお前はいい選手だみたいな感じの。あ、言ってくれるんだ。あ、言ってくれる。すごい、まあ嬉しい、単純に嬉しいし、まあ、そうやって声かけてくれる。年齢とかも聞かれたりして、選手だなって思いました。全然関係ない話ですけど、俺も昔ラモスさんに言われて、おい、今でいいパスだよねとかって言われたことある。試合中にね。試合中に。ラモスさんいいそう。あ、さあ、田中聡選手、深夜、深夜、深夜。長野、コスの長野深夜選手。あ、まあ、自分の一個下なんですけど、まあ、アンダー24の代表とか選ばれたりとか、そうですね、まあ、高1とかでも出てたんで、いや、すげえなーと思って、まあ、プレーもすごい、まあ、アシストとかもたくさんしてますし、まあ、見ててすごいなっていうのは、はい、感じましたね。え、カテゴリーの代表で一緒にやったことは？はい、あります。ね、そんな中でも、やっぱりこう一緒にやってても、いろいろ刺激を受けたりするんですか？そうですね、結構、まあ、仲いいというか、連絡したりする。仲いいね。お、2人でもう行くぞみたいな、もうヨーロッパ行くぞみたいな。そうですね、そうなんですかね、わかんないですけど。まあ、そういう話というか、まあ、サッカーの話もするんで、すごいっていうのは感じますね。でも同じ年ぐらいの人でね、そういうお互いが高いところ目標を持ってて、そういう話ができるっていうのはすごくいい関係だしね。うん、いいですね。ね、うん、ちょっとポジションも近かったりするしね。うん、同じ左ですしね、うん。いいじゃないですか。うん、はい。いや、川合さん、なんかありますか？はい、こう湘南のやっぱイメージって、こうハードワークで頑張ってみたいなところあるじゃないですか。で、それってこうそれぞれの選手たちをどう思ってんのかなと思って、こう そうじゃなくてもっと上手いとこもあるぜみたいに思ってほしいのか、それとも俺たちやっぱその泥のスタイルでいくぞみたいな泥のスタイル今いるのかどうなのかなっていう。そうですね、やっぱりでも走る戦うっていうのは多分、まあ、その湘南スタイルもあると思うんで、やっぱ一試合終わった時の疲労感っていうか、めっちゃすぐしたら俺なんかもう30超えてベテランって言われ出して、腰の疲れなのか、本当湘南の試合きついのも未だに分からない。そっか、なるほど。他のチームは楽なのかもしれないし、うんうん、湘南のすごい走るからその疲労できついのかな。ああ、そのね、区別じゃないけどね、自分の年齢で来てるのかもしれんとか、今いろんなねことを考えちゃうよね。そういうね、ああ、でもあの俺はあの3バックの左やってて、もうボールに対してもガツガツ行くのは大好きですけどね、うん、疲れててもやってほしいと思いますけど、ね、石原選手どうですか、うん、湘南のスタイルみたいな。まあやっぱり
湘南スタイルっていう言葉が出るくらいの歴史というんですかね、はあるので、まあ、そこは、まあ、僕も育成から10年以上、まあ、湘南にさせてもらってもらってるんですけど、それを本当に小学生の頃から見てきたところなので、そこを途絶えさせるのはやっぱりこれから先にもつながらないと思うし、まあ、それこそ本当にカズ君とかも結構湘南歴長いんですけど、疲れてるとかいう割にはめちゃめちゃ本当に行くんで、だよね、プレーはやっぱり周りの選手にも勇気づけるし、いい雰囲気だったり試合の中でも流れを作れるところなのは湘南スタイルなのかなっていうのは思います。もう真ん中のイメージが定着しちゃってますけど、はい、サイドとかっていうあれは未練はないですか？サイドをやりたいです。そうなの？あ、そうなんだ。いや、逆になんか天職を見つけたぐらいなのかと思ってたんだけど、ビンさんは中学生の頃見てもらってて、もともとビンさんは多分センターバックのイメージが多分あるんで、初めて去年からやって、まあ楽しいですけど、まあでももっと上がりたいなっていう。ああ、なるほどね。確かにね。なるほどね。え、上がっちゃっていいんじゃないですか？ダメなんですね。いや、まあたまに上がっていくんですけど、やっぱり、湘南スタイル本当両脇のサイドのセンターバックも上がっちゃうんで。ああ、そうかそうか。バランス取んないと家族いきなりゴール前に。ちょっと控えめに今。じゃあちょっと 100% のロングパスでそこ、はい、とりあえず今そこで。なるほど。いやでもたまにスーッと上がってて、え、右からこんなプレーをみたいなことあるもんね。もっと増やしたいです。なるほど。じゃあちょっとね、両脇の、まあ両脇になることが多い、まあ、2人にね、しっかり言っといて。ちょっと行くから俺って言って。ちょっとね。たまに上がらせてもらいます。田中選手は、まあちょっと、まあ、後半戦に向けての話も加味しながら話してもらえればなというふうには思いますが。湘南スタイルはまあ、そうですね、まあ、普段の練習から本当に死にそうなぐらい、まあ、練習の中で走るんで、うん、本当にきつくてもう倒れそうなぐらい走るんで、笑ってるし、笑ってますけど、2人笑ってるし、倒れたことない。過ぎ後半はどこのポジションでやりたいですか？まあミッドフィールドでもシャドウ、まあバックでもそうですね、まあ、与えられたポジションをこなせればいいかなっていうのはあるんで、優等生。はい、そうですね、どこやりたいっていうのはあんまり今ないんで、まあ、試合に出れればいいなって今思ってるんで、そこははい、どっちでも出れるように頑張ります。小野選手、最後に後半に向けて意気込みを。まあ、後半戦やっぱり、この暑い夏ですけど、みんなでやっぱり走り切る、サッカーをして、まあ、少しでも勝ち多く積み上げて、上位にいけるように、みんなで力を頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、本当にもう楽しい話をたくさん聞かせていただいて、ね、はいはい、キャンプ頑張ってくださいね。頑張ります。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。